で今スケルトンも一緒にここに入れてみました。子供の8人の子供たちと一緒にスケルトンが入ると、やっぱ子供と比べるとでかいね、スケルトンね。昔スケルトンちっちゃかった、あの貧弱なスケルトンがもうこの感じ、でかい子供よりさらに大きいね。ねえ、スケルトン大したもんだな、キング。やっぱりキング育ったな。スケルトンちょっとほら、子供いるとこからちょっと出してきてよ、ちょっとお姉さん。頼む、スケルトンに頼む。ちょっと出してきて、ちっちゃい子。母ちゃんも入ってるからさ。ね、母ちゃんと喧嘩しなければ。でもスケルトン母ちゃんと同じぐらいだもんな。ねえ、君たちも本当に。一緒に入っちゃうか、スケルトンも一緒に、母ちゃんと。今、この中には、子供が6人、母ちゃんとスケルトンで8人入ってるか。ぎゅうぎゅう詰めだな。もっと入れちゃう。あ、やっぱほら、押し出されてきちゃうと。スケルトンが出てきたから。子供の調子、ちょっと。スケルトンどうだった？スケルトンマイペースだな。ひょうひょうといつもしてんね。スケルトンはもう何事にも動じないね。やっぱスケルトンいいね、そのキャラクターいいね。スケルトンのキャラクターいいね。アクセクしないもんね。動じない物事に。ねえ、スケルトン。スケルトン家に戻りたい。分かった、スケルトン戻そうか、家に。じゃしょうがない、スケルトンな。スケルトンは自分家がやっぱりいいみたいだし、人ん家は居心地悪いみたいなんで戻します。